いやまた違った文化の地域だなきっと。ここもまあ僕らにはおよそ計り知れない何かしらの文化があるような気がしますね、はい、大分県には大分県の計り知れない何かが。せっかく面白くなってきたのにもうねあと45キロで到着予定です。何が面白くなってきたかっていうと、なんとなくようやくこうこの地元らしい風景にねこう風景を見ることができて、大分ってこういうとこなんだみたいな、わっ高い山、あの山ね、大分ってこういうとこなんだってとこ見れて、でなんかその間をこうやってね縫ってくるように走ってると、これはもう少しこうどっか入っていったら新しい何かを発見できそうな、ちょっとワクワク感がありますよね。地元の人にはなんか何もないって言われそうだけど、なんかこの牧歌的な風景の中にこう例えば安らぎとか癒しとか、絶対都会では味わうことのできない何かみたいなのがそんじょそこらにこう転がってる気がするんですよ。ただその曇った目でただうつろな目で見てるだけではそれは発見できないんですよね。日頃スマホとか見てなんかもうデジタルに洗脳されちゃってるような頭の中でこの自然の何かしらを探そうとすると、それはね訓練されてないからね分からないんですよ。その脳みそでははーってはーって感じなんだと思うんですよ。普通に景色じゃんみたいな。そこから何をこう感動を吸い出すのか癒しなのか何なのか分からないけど、まあ、そこには大自然の営みがあるわけです。絶対にそこから何を学ぶのかっていう、学ぶ心を忘れてしまっている目と頭ではですね、まあ、見逃してしまうんですよね、きっとね。まあこんなね高速道路を走っているようじゃダメなんですよ。まあ、もう川が降ってあるでしょ。もう水があったら最高ですよ、これで。それでもねまだここじゃないんだな、きっとな。もっとねいいとこあるぜみたいなところがどっかにあるんですよ、きっと。でそれなんていう場所ですかって言ったら口では説明できない。地名もよくわかんない。地図に載ってんですかって言うと、あるあるって。何のこう地名も何にもありゃしないみたいな。ここすげえいいんだよ、魚釣れてとか。なんかね、そういうのがあるような気がするんですよね、いろんな日本の各社に。でも地図には載ってないんです。まあ、載ってんだけど、Google マップとかで、Google Earth とかで映ってるんだけど、特段そこになんかこう。何々池とか何々湖とかついてないとか、まあ、湖や池だけじゃなくて、あ、こんなところに滝あるんだ。で、正式名称は分かんなくて、地元の人は何とかって呼んでるみたいな。そういうの探したいけど、まあ、難しいよね。そんな、一回来て、ちょっと、寄ったぐらいじゃ分かんない。迷子になるのがオチだしね。